今日はメルセデスベンツのお店に来ておりまして、なんとですね、タケちゃんと一緒に来てるんですけども、はい、なんかここでラーメンが食べれるんですよねベンツ買ったついでにラーメンね、食べようかっていう。そんな人いないです。いないよね。イルミネーションとかやっぱすごいからね。で多分あの坂をベンツが夜になるとキラキラして登っていくっていう。あ、来ました来ました来ました。はい、来ましたね。はい、はいはい。ピザの右側、フォアグラバター、スープに溶かしてお召し上がり。フォアグラバター、ありがとうございます。たけちゃんはなんと2杯一気に食べてますね。もうさすが YouTuber 本当だ、丼の底にベンツのマークがついてるんですね。そうですね。ありがとうございます。楽しいとこだね。楽しいとこですよね。ラーメンもさ、100食限りってから私たち早く来たのよ。僕らも開店と同時に来てくれます。はい、ホタテにさ、ベンツ、そうなん、マークがね、あれをもう写メした、写真撮りたくなっちゃいますもんね、あれね。ありがとうございます。さよなら。ありがとうございます。ではここ入っていくと、ほらこのもう地面がベンツのマークになっちゃってるってことですね。はい、でここに登ると多分、うん、カメラを多分向こうから撮ってくれるっていう、そういう仕様ってことでしょうか。はい、こういうことですね。はい、いいね。お、たけちゃんが、あ、登っちゃう、登っちゃう、あ、登ったやったぞこれね、六本木は俺のもんだひどなんかラーメン以外もいろいろ食べたりできるんですね、きっとね。ほら出た、ベンツ肉まんベンツ肉まんとかすげえな。ほうれん草のピューレでスターガーデンをイメージした鮮やかな緑色に仕上げましたって。すげえな、